アンソニー・レンドンは今日は調子が良いと語り、リハビリの次のステップはランニングを再開することだが、今週末には再開できるはずだと語った。おーおー、嬉しい。ドンさん頑張って、待ってるで。頑張れドンさん。ドンはよ帰ってこい。レンドン少しずつ進んでる。おお、レンドンが歩いてる。今年は復帰が早そうやな。どうした？今季は早期復帰するんか。どうせまた怪我するからゆっくりでいい。歩いてるやん。やる気があります感を出してるな。おお、しっかりグローブも持ってるやん。レンドンが練習してる笑い。どうせまた怪我するんやろ。やってます感出してるな。守備練習始めてるやん。レンドンって練習するんやな。早く帰ってこい、待ってるぞ。もしかして今年は例年と違うのか。家族のために野球してるからな。復帰のために頑張ってますってアピールも重要やろうな。復帰してもどうせまた怪我するくせに。レンドン、焦ったらあかんで。レンドンが歩いてるやん。回復したみたいでよかった。しっかり感覚戻して帰ってきてくれ。レンドン、膝をついての練習中か。ワシントン監督とレンドンとはマジで相性いいんだろうな。レンドンの体がもう少し丈夫だったら。レンドン早く帰ってきて。少しずつ、みんな回復してきてる。思っていたよりレンドンのリハビリの進行が早い、いいことやん。レンドン思ってたより早いかもか、嬉しいな。レンドン、トラウトより先に戻ってくるのかな。早く帰ってきて。回復したんやな。あとは野球への情熱を取り戻すだけやで。レンドンがしっかり守備練習してるやん。フィールディングの練習は重要やからな。早く打球への感覚を思い出してくれ。まだしっかり腰を落とすところまではいかないのかな。そろそろ不良再建の汚名を晴らしてくれ。あと何年野球ができるかわからないわけやから、最後くらいはしっかりシーズン通して戦って優秀の美を飾ってほしい。そろそろファンが納得する活躍を見せてくれ。おお、歩けるようになったか。復帰戦はいつになるやろうな。